兵庫駅、兵庫駅は、兵庫県神戸市兵庫区駅南通り五丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本及び、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。神戸駅が管理している、直営駅で、JR 西日本の山陽本線が乗り入れており、当駅は、本線と、支線、和田岬線との接続駅となっている。和田岬線は、 朝夕の通勤時間帯のみ運行される。アーバンネットワークエリア内であり、本線は JR 神戸線の路線相性設定区間に含まれている。また、特定特使内制度における神戸市内エリア及び愛国家の利用可能エリアに属している。駅番号は JR 神戸線に JRA64 が付与される。草津駅から 100km も続いてきた。 方向別複々線、内側は電車線、外側は列車線は当駅までで、当駅となる。列車線は当駅から西側は明石駅と西明石駅以外はホームが存在しない。駅北口にはかつて、山陽電気鉄道が平洋軌道で乗り入れて、同社本線神戸側のターミナル、電鉄兵庫駅を形成していたが、 神戸高速鉄道への乗り入れ前日の1968年4月6日限りで廃止された。JR 神戸線の島式2面4線高架ホーム2階に加え、和田岬線用の1面1線のホーム中2階を持つ。両線の乗り換え口には改札が設けられている。和田岬線は当駅、和田岬駅間の一駅間のみで、かつ和田岬駅は 他の JR 線と接続していない。したがって、和田三崎線の利用客は必ず、和田三崎駅を出発駅もしくは目的地駅としていることとなる。このため、和田三崎駅には乗車券の販売施設及び改札、生産設備がなく、代わりに当駅の乗り換え口に、それらの機能が置かれている。和田三崎駅から乗車する乗客はまず無札で乗車し、 当駅での下車時に乗車券を購入し、和田三崎線用の改札を抜け、当駅で降りる場合は、出口改札から出場、JR 神戸線に乗り換える場合は、その乗車券を持って列車に乗車することとなる。逆に、和田三崎線に乗る場合は、当駅の乗り換え改札で、乗車券は、回収、定期券は、確認を行う。同様の方式は、東武大使線や名鉄筆行線においても、 採用されている。上表の路線名は、旅客案内上の名称、愛称もしくは通称で表記している。和田岬線ホームには、不満がなされていない。1.4番乗り場は、ラッシュ時を除いて、新快速、特急列車、貨物列車が通過するのみであるため、通常は一部を除きロープで封鎖されている。1.4番乗り場に停車する列車については後日 東駅高取駅間には、山陽本線の複々線の線路とは別に単線の小運転線があり、在来線乗務員の異常事態を能力向上を図る神戸乗務員訓練センターが設置されている。この線路は乗務員の訓練線として使用されており、通常運転の信号機とは別に訓練用の信号機が設置されており、実際に列車、 主に103系電車を走らせて訓練が行われている。また、当駅の南約 1km のところに鉄道車両を数多く製造している川崎重工業、車両カンパニー、兵庫工場があり、和田岬線から専用線が分岐している。川重から公主車両輸送列車が搬出される場合は、当駅で折り返し蒸気の小運転線を通って、 神戸貨物ターミナル駅へ送られる。神戸貨物ターミナル駅までは、当駅折り返し線の車両有効長の限界から、一度に8両までしか輸送できない。一編成9両以上になる場合は2日間に分けて、搬送され、神戸貨物ターミナル駅で連結後、全国各地へ出発する。日中時間帯は1時間に12本、快速が4本、普通が8本停車する。 三宮、大阪方面の列車は2番乗り場、西赤市、姫路方面の列車は3番乗り場に停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。上り電車線から1番乗り場、上り列車線及び4番乗り場、下り列車線から下り電車線への移動が可能である。朝の大阪方面の快速で、舞子駅、垂水駅、須磨駅を通過し、 列車線から一番乗り場に入線する快速が多数設定されているほか、これら3駅に停車し、電車線から一番乗り場に入る列車、東駅高月駅間は、外側線、高月駅草津駅間は、内側線経由で、運転が平日一本だけあり、これ以外には、土休日には、外側線走行区間を、芦屋駅までに短縮して、 当駅で同様に移動する便が存在する。この列車は次の神戸駅で新快速の待ち合わせを行う。長時間帯の姫路方面の快速は当駅で電車線に移り、3駅に停車する。2003年11月28日までは列車線運転で3駅は通過していた。当駅を通過する新快速でも4番乗り場から電車線に出る列車が深夜に1本だけある。 これは2009年3月14日のダイヤ改正にて、快速から格上げされた列車である。列車は朝晩のみの運行である。主に専用の103系が用いられるが、検査の関係で207系が代走することもある。日中の運転がないためか、JR 神戸線列車の車掌による放送では、和田三崎線の乗り換え駅とは案内されない場合が多い。 ただし321系、225系の車内モニターでは、和田岬崎線が接続路線として案内される。データで見る JR 西日本によると2018年、平成30年度の1日あたりの乗車人員は22,387人で、これは JR 西日本の駅の中では第48位である。神戸市統計所。 神戸市企画調整局総合計画課、編及び兵庫県統計書によると、1日あたり乗車人員は以下の通りである。駅南はキャナルタウン兵庫と命名された再開発区域として整備されている。かつての貨物設備の跡地である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。